で、いろんなこの遍歴を経ながら、2008年のリーマン以降、やっぱりメンタルだけで絶対食べていく形が必要と思って、今の形になってます。で、やっぱりその自分の感覚を信頼するっていうこと、多分その時に感覚を否定していたら、多分今の私はないんです。本当に皆様とも出会うことはできなかったし、だからそこを自分で本当に信頼していくっていうことがすごく大事なの。